フリードリヒ八世は、ドイツ・デンマーク系の、シュレース・ビヒ・ホルシュタン・ゾン・ダーブルク・アウグ・ステンブルク、公爵家の課長。1863年より、シュレース・ビヒ公国及び、ホルシュタイン公国の公爵位請求者となり、その公爵位は、ドイツ連邦及び、当該の両公国で、一般的に承認されていたものの、シュレース・ビヒとホルシュタインは1866年に、 プロイセン王国領に併合された。プロイセンとデンマークの両政府は彼を両公国の公爵と認めなかった。デンマーク5名はフレゼリク・クリスチャン・アウグスト。フリードリヒはアウグス・テンボー公・クリスチャン・アウグスト2世とその妻、ルイッセ・ダンサム伯爵夫人の次男として生まれた。長兄は幼くして死んだため、実質的に公爵家の四次であった。父方の祖母は、 デンマーク王女ルイーセ・アウグスタである。アウグステンボー公爵家は、デンマーク王家の分子の一つで、四次公子のフリー・ドリヒは、子供のないフレーゼリク7世の有力な後継候補の一人だった。また、アウグステンボー家は代々デンマークの上級貴族との、通婚が多く、アウグステンボー家は、血統的にもデンマーク人と言えた。しかし父、クリスチャン・アウグスト二世は、シュレース・ビヒホルシュタインにおける、 ドイツ系住民の民族主義、分離主義運動の象徴的存在であり、デンマーク王室、政府との対立からフリードリヒが王位につく可能性は消えた。デンマーク王位継承者は、デンマーク王家の女系の近親である、ヘッセンカッセル家のルイーゼ皇女と結婚している、グリックスブルク家のクリスチャンとなる可能性が高かった。グリックスボー家はサリカ法の男系徴用順から言えば、 アウグステンボー家よりも下位であった。フリードリヒは、第一次シュレース・ビヒ・ホルシュタイン戦争では父、おじのフレゼリク、弟のクリスティアンと一緒にドイツ側に立って戦ったので、アウグステンボー家はデンマークから追放され、財産を失った。父、クリスチャン・アウグスト2世は、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン公爵位に対する、請求権を1852年に放棄した。 1863年にデンマーク王でシュレースビヒ、ホルシュタインの公爵を兼ねるフレゼリク7世王が亡くなると同年11月19日にグリクスボー家のクリスチャン9世がデンマーク王位を継いだ。一方のフリードリヒは同年12月にシュレースビヒとホルシュタインの公爵位を継承する正当な資格があるのはクリスチャン9世ではなく自分だとして シュレースビヒ・ホルシュタイン公フリードリヒ発生を名乗った。シュレースビヒはデンマーク王のフォードだったが、ホルシュタイン公国は旧神聖ローマ帝国の両方であるためサリカ法に則っとった男系相続が規定されており、ホルシュタインではアウグステンボー家の方がグリクスボー家より継承順位が上であった。シュレースビヒ・ホルシュタインのドイツ系住民はフリードリヒを支持し、また、 ドイツ連邦もフリードリヒ支援のための義勇軍を送ろうとした。オーストリアとプロイセンの両政府は1852年のロンドン議定書の取り決めを遵守し、議定書の決定により、シュレースビヒホルシュタインの君主となる資格を創出しているフリードリヒ発生をドイツ連邦内から追放することを要求した。ドイツ連邦はこの要求を拒絶した。 1864年1月16日、第二次シュレースビヒ・ホルシュタイン戦争が勃発し、オーストリアとプロイセンの連合軍がデンマーク軍に勝利した。ウィーン講和条約でデンマークオークリスチャン9世はデンマーク王冠の俗領であるシュレースビヒ公国をホルシュタイン公国、ザクセン・ラウエンブルク公国と一緒にプロイセンとオーストリアに活場せねばならなかった。 シュレースビヒ・ホルシュタインのドイツ人たちは、プロイセンとオーストリアの援助によって解放されたにも、かかわらず、フリードリヒ八世は、抜け目のないプロイセン最相オットー・フォンビスマルクの圧力を受けて、シュレースビヒとホルシュタインの公爵位を放棄させられた。シュレースビヒとホルシュタインの両公国は、同地域のドイツ系住民の思惑通り、プロイセン王国領に併合された。その後のフリードリヒ八世は、 詩人として豪太で暮らし、1880年にビースバーデンで亡くなった。フリードリヒは1856年、ホーエンド・エランゲンブルク公エルンスト一世の娘アーデル・ハイトと結婚した。アーデル・ハイトは、イギリス女王、ビクトリアの名であった。夫妻は7人の子女を設けた。ビクトリア女王がオーだった縁で、長女のアウグステ・ビクトリアは、 女王の孫でまたいとこにあたるドイツ皇帝ビルヘルム二世とウィンザー城で知り合い、結婚した。この縁組はいくつかの点で身分不相応ではあったが、アウグステンブルク家がプロイセン王国にシュレースビヒ、ホルシュタイン王国を奪われたことに対する保証と言うべき形になったことで、両家に歓迎された。ありがとうございます。